キャタピラー。キャタピラーは、アメリカ合衆国入りの一周ピオリアに、本拠地を置く、多国籍企業。建設機械及び、鉱山機械、ディーゼル及び天然ガスエンジン、並びに、産業用ガスタービンエンジン分野における、世界最大の製造会社である。1991年からアメリカを代表する、企業で構成される、ダウ平均株価の銘柄の一社として、名を連ね、 2013年のフォーチュン500では売上高世界42位にランクされた。また、創業初期から現在に至るまで世界シェアが不動の1位のため建設機械の巨人と称される。2014年時点で11万8000人の従業員が在籍しており、およそ6割が米国外勤務である。油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプカーなど、 幅広い範囲での建設機械、鉱山機械の製造を行っている。また、ディーゼル及び天然ガスエンジン、並びに産業用ガスタービンエンジンの開発、生産、販売も行う。2012年末時点で893億米ドル、日本円で約9兆円の資産を持ち、リース販売やカップ販売契約などの金融商品の取扱いをしていい。 無限軌道を用いた走行装置及び離体そのものをキャタピラー、英語ではと表記と称することがあるがキャタピラーは普通名詞ではなく同社の登録商標である CAT のロゴでも知られるがキャタピラーとは英語で猫ではなく芋虫や毛虫のことであるホーブスが発行するフォーチュンの世界で最も賞賛される企業において2012年に世界19位 2013年に同19位、2014年に同33位の評価を受けている。2013年には世界的金融史、バロンズで財務体質の面などから世界5位の評価を受けた。ビジネス管理の権威である、マッキンゼー出身のトム・ピーターズが表した1982年のベストセラーエクセレントカンパニーの中で優秀な会社の一つとして挙げられている。 1925年にカリフォルニア州ストックトンのホルトマニファクチャリングカンパニーと同じくカリフォルニア州サランドラの CL ベストガストラションカンパニーの M&A によってキャタピラートラクターが設立された。ホルトマニファクチャリング社は1904年に無限軌道を足回りに使用したトラックタイプトラクタ、トラックタイプトラクタ、離体式トラクターを世界で 初めて製品化した企業であり、キャタピラーは同社の立体式トラクタの商標であった。19世紀に遡るが、創業時のホルト社と CEL 社は蒸気式のトラクタの製造を行っていた。ホルト社は立体式トラクタだけでなく、ガソリンエンジンの開発、製造も行っており、合併後キャタピラー社のエンジン製品はガソリンエンジンからより、 熱効率の高いディーゼルエンジンへと移っていった。同社は多くの変化を経て、第二次世界大戦の終わりに急激に成長を始め、最初のベンチャービジネスは1950年に米国外で開始され、キャタピラー社は国際企業としての発展をし始めた。キャタピラー社の製品は、トラックタイプトラクタから、水中掘削機、バックホー、油圧ショベル、ロードローラー、 ホールトラック、ホイールローダー、農業トラクター、ディーゼル、または天然ガスエンジン、ガスタービンにまで及ぶ。これらの機器は建設、道路工事、最高、林業、発電、運輸と素材加工産業で利用されている。キャタピラー社の製品は世界の歴史に影響を与えたことがある。無限機動トラクターは第一次世界大戦周期に採用された初期の 軍用戦車に影響を与えた。キャタピラー車製早期車両は建設用車両や陸戦用車両に革命を起こし、戦闘用車両として使われるうちに無限軌道の改良が進んだ。第一次世界大戦時、イギリス軍やオーストリア・ハンガリー軍がホルト車の早期車両を銃砲の権威用に使い、いくつかの国では戦車の開発が活発化した。イギリスが開発した 世界初の戦車であるマークアイ戦車は、ホルトの早期車両に着想を得てはいるが、一から設計されていた。しかし、そのすぐ後に、フランスやドイツで開発された戦車は、ホルトの早期量を改造したものだった。これらの多くの機械は、フーバーダムの建設、ユーロトンネルの掘削、ドイツでのベルリンの壁崩壊と都市の建設、それと、アメリカ周辺国に影響を与えた。 1914年から1918年欧州第一次世界大戦中、米国及び連合国政府用として5000台のブルドーザが生産。1921年から1922年、欧州ドナウ運河の建設。1931年から1936年、ネバダ州及びアリゾナ州キャタピラー製ブルドーザがフーバーダムの建設。 1933年から1937年、カリフォルニア州サンフランシスコキャタピラー製機械がゴールデンゲートブリッジの建設。1941年から1945年、キャタピラーは第二次世界大戦中、軍へのサポートとして年間365日の創業を行い、労働力を倍増し、女性を鋳造工程や組み立てラインに配置し、 特殊製品を製造し、シ子志願兵を訓練、資金援助して、軍隊用のブルドーザーを約5万千台生産する。1958年南極2台のキャタピラー d 旧トラクタが南極大陸発の常設滑走路を建設。1961年から1989年、ドイツベルリンの壁の建設と崩壊。 1963年から1964年、パナマ複数のキャタピラー製機械が、パナマ運河の幅広部分の建設。1966年から1973年、ニューヨーク州ニューヨークシティ、米国キャタピラー製機械が、ワールドトレードセンター複合施設の建設。1969年、米国キャタピラー製エンジンが月へ向かうアポロ号計画で、 電力を全面的に供給。2004年から2008年北京、中国2008年の北京オリンピック大会に向け、様々な会場の建設。2006年韓国世界最長の土星防潮亭、セマングム防潮亭の完成。キャタピラー車売り上げの半分以上は、アメリカ国外の顧客からのものであり、同社の製品は約190カ国で販売されている。同社は、 世界規模のディーラーネットワークを持っており、171あるディーラーのうち63はアメリカ国内に108は国外に存在している。同社の製品と部品は米国の42工場と米国外にある58工場で生産されている。その内訳はオーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、イングランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、インドネシア、 イタリア、日本、メキシコ、オランダ、北、アイルランド、中華人民共和国、ポーランド、ロシア、南アフリカとスウェーデンである。2004年、第二四半期の後期、5月下旬から6月末における、キャタピラー社の従業員総数は、全世界で72,916人だったが、翌2005年の同期には、これが9,332人増。 前年比13%増の82,248人となった。この大幅な雇用増加の背景には、より高度な仕事における補助要員としておよそ5,000人の時給労働者を追加導入したこと、さらに2,000人近くの補助要員を正社員として正規雇いしたこと、新たに約900人の新社員を採用したことなどがある。2001年のナッシュビルビジネスジャーナル氏によると、 キャタピラー社の操縦業員の約6割は米国外で勤務している。東京都世田谷区の本社では人事、総務部門、ディストリビューションサービス部門が設置されている。神奈川県相模原市中央区の相模事業所ではホイールローダー、ブルドーザー、ミニ油圧ショベルを製造。社内及びキャタピラーグループ向け油圧機器も製造している。国内 世界各地へ部品を供給する部品センターも設置されている。また、2003年、平成15年に、相模開発センターが設置され、ミニ油圧ショベルミニホイールローラの開発を担う、世界的中核拠点となっている。兵庫県赤石市の赤石事業所、旧三菱重工赤石製作所では、油圧ショベルとアスファルトフィニッシャー、環境リサイクル機器を生産。 赤市事業所の敷地内には油圧ショベル開発本部が設置されており、キャタピラー社の米国国外で唯一の開発拠点として CAT ブランドの油圧ショベル開発を担っている。また、主要部品を世界に供給しており、特に旋回ベアリングについてはすべてのキャタピラー製品に導入されている。元は新密菱重工神戸造船所研機専門工場としてスタートし、 ここで国産初の油圧ショベル、ユンボ Y35 を生産している。埼玉県秩父市の山中に5年の歳月をかけて建設した本格的なデモンストレーション施設で、大型機械も含め50台を廃止、100トン級トラックも運用でき、かつ整備工場や市長各室、ガラス張りの観覧席など、購入前に実際に起動している研機の姿を見ることができる。 キャタピラー社におけるアジア最大規模の研修施設となっている。国内向け製品はグループの販売会社を通じて販売されるが、海外向けの製品はキャタピラー社の販売網を通じて販売される。また以前相模事業所では社会人野球チームを有していたが、都市対抗野球大会の南関東予選で敗退し、本大会への出場は叶なわなかった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。